かでとかそういうあれが分かんないです。謝ってもいないですよ。そんなことないって。どうしたの？社長に相談しに来たけど、もういい。違う、待ってって。お前も謝る。もういいです。すいません。お疲れ様です。最近思ったことがあって。思ったことがあるんですよ。はい。それは。社長離婚危機で動画撮りすぎじゃね？確かに。どうにかしてうちらは別れさせようっていうあれがすごいよね。まあいい加減やめてくれんかなと思って。ちょっとくどいね。確かに。でちょっと思いついたのが、うん、ガッチガチのもう本当に俺らが離婚するっていう話をドッキリで撮ろうかなって。あ、うちらから逆に社長に仕掛けるってことね。そう。とりあえず作戦としてはとりあえず相談。そうだよね。引っかかるかな。うちはでもさ、事務所だから結構あれだけどさ、カンタはどのタイミングでどうすんの？そのうち来るっしょ、どこに。あ、もうマジで長い期間でやるわけね。ゆったりとね、じわじわと攻めていくやつね。時間をかけて。じわじわとね。とりあえず社長に、まあ相談、おのおの相談するところから、じわじわと攻めていく感じで。そうだね。しっかり、落とし入れるように頑張ろう。みんなの思いさえ追っとるから。視聴者さんもみんな多分期待しとるで。そうだね。だから手の込んだオープニングだから、我が家からのスタートだからね。ありえないからね。作戦会議。とりあえずカメラマンには伝えなかんね。そうだね。まだ伝えてない。伝えてない。ちょっと伝えとくわ。味方につけとくわ。カメラマンちょろいで。ドッキリ撮るって言って、やります。間違いない。じゃあすぐ味方につけとくわ。そうだね。よし。じゃあそんな感じで、じわじわと。首を洗って待っていろ。急遽。はい。ちょっとカメラを回してもらって。はい。例のドッキリをするための仕掛けをしていきます。はい。社長が今上にいるんで。はい。今から、うちらちょっと最近喧嘩して仲悪いですみたいな感じの匂わせを、はい、相談、まあ、ちょっと最初軽くね、はい、あんまりガツガツ最初から行くと多分ちょっと怪しまれるから、はい、なんかリアルっぽい感じ、はい、で、はい、マジでちょっと深刻そうな顔で行くんで、はい、隠しカメラ撮るんだよね。もちろん設置した準備です。さすがです。楽しみ。ちょっとリアルっぽい感じで相談してくるので、はい、お楽しみに。そうですね。はい。行ってきます。はい。はい、で、あらしが35から36くらいになるように、いいですか？玄関ですね。ちょっと予想はもう残りの銀座でめっちゃあれなんですけど、個人的な法則相談ね。おへい、最近あんまりちょっと家庭内の状況が見てみて、家での雰囲気、まあ、感覚なんです。金？お金？喧嘩ばっかでここ1、2ヶ月ぐらいなんかちょっと喧嘩増えて、なんか帰りが遅い人とかが多かったりとか、最初の頃は YouTube 撮ったのかなとか、うん、
まあでもそれでも7時ぐらい帰ったんですけど、9時とか。え？なんで？いやだから何やってるかわかんないですね。パチンコ。お金は渡してないです。パチンコでお金は渡してないです。そんな別にあれだろ。仕事で挨拶したことないよ。まあ最初はと思ったんですけど、タッパー多いなと思って。そうでしょ。でもなんか他のメンバー、他の足の子たちとか、まあご飯食べに行ったりとかしとるのをインスタで見たりとかしとるから、そこにはいないんで。ちょっと最近そういうのが、まあそういうのだけじゃないですけど、まあそういうのが始まり、まあ、お互いがちょっと。めちゃめちゃ仲いいじゃん。仲いいと思ってたんですけどね。なんかちょっと多分お互いがちょっと今、なんていうんですかね、一歩引いた状態で接しとるみたいな感じになってて。YouTube のせいだよ。YouTube のせい、いや、それはないと思います。YouTube のせいはないと思います。やりたくないんじゃない、いや、でもどっちかっていうと、私よりカンタの方がやれやれうるさいんで。ちょっと喧嘩したぐらい。ちょっとじゃないんですよ。結構私的には精神的に来てるんですよね。ちょっと参ってます。どうしようか。ちょっと話しない。あいつ話しない。仕事から行って、まあ、早く帰ってきたりとか、まあ、子供が早く寝た日、うん、まあ、どうするみたいな、このままでいかないみたいな話はしてます。エッチが下手だ、そんなレベルだな。それは関係ないです。でも、でも喧嘩みたいな感じになったら減りますよね。その雰囲気の中ではやらないですよね。そうだ、チームにやらないと普通。いや、言うてもらカンタ26ですよ。でも正直、離婚っていうワードも出たんですよ。そう、二人で話してる間に、なんか、いや、なんかやっぱ外面は、カンタもやっぱ外面はよくするタイプだし、私も外では出さないタイプだから、そういうふうに振る舞ってはいるんですけど、やっぱ家の中ではやっぱそれ、お互いが結構限界っていうか、するってわけじゃないですけど、そういう状況下にあるから、もしかしたらなんかカンタからも聞いてるかなっていうのもあって。今日ほとんど連絡取らないんで。そうなんですよね。なんか別に私が今すぐ絶対に離婚したいみたいな感じはないですけど、でもやっぱなんだろう、子供のこともあるし、そう簡単に離婚ではできないし。え？そうなの？ちょっとめっちゃ笑ってるけど、結構ガチなんでしょ。なんで仲いいのよ、お前。どう思うと。だからまだまあ内密にはしてほしいですけど、別に今の状態でも必ず別に仕事はするし、まあ、カンタもね、何も変わらないと思うし、下手したら言わないかもしれないですね。強がりっていうか、まあ、プライドがあるからそういう話はしないかもしれない。いや、僕はそう思ったよ。戻って喋らんじゃん。そんなことですね。そうですね。いや、やっぱ顔には出るんですよね、態度とか。どういう態度？そんな。あんまりそんなことわかってないでしょ。逆。わかってないでしょ。逆。うちは分かっとる。分かってない。いや、分かってるって、まあ、分かってるって。いや、分かんないね。何も考えられてないのもショックですけどね。まあ、だけど動物だもん、新しいのに目がいっちゃうから。確かに。だけど、その思い出の話だったら楽しくないよ。じゃあもう、なんてこと言うの。ほんとひどい。何も別にさ、嫌とかもないわけ。家族だからですよ。なんかもうなんかお姉ちゃんとやってるみたいな気持ち悪いんだけど。いやだそれだからね。でもだってそういうのからだんだんやっぱ好きとかっていう気持ちからどん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 離れてって家族になるわけじゃないですか。うん、おって当たり前の存在ってことですよね。そう子供みたいな。いや、でもそれで別に普通に生活ができてればいいんですよ。うん、家族として成り立ってればいいけど、今の状態だと
結局帰ってこなかったりとか、まあ、何しとるかもわからんような状態でいつ帰ってくるかもわからん、来ないです。あ、そういうこと。はぁ、はい、疲れました。なぜって、なんで仕事にしたんですか、事務所。あ、今真剣な話するか。じゃあ、ありがとうございます。おい、すいません、いつも仕事頑張ります。じゃあ私代わりにします。やばいですよ。なんか遠目で隠しカメラで確認してましたけど、うん、か怪しいです。怪しいですよね。これもう一回ぐらいやった方がいいかもね。やばいですね。ちょっとこの一回なんかちょっと笑っとったからなんか怪しまれそうだから、ちょっと日にち開けて、はい、カンタからもやってもらうわ。まあ、ドバの撮影行った時とかにこそっと、はい、だタイミング見て。カンタにもちょっと実話みたいな感じでさせて、はい、してカンタは言わんって思ってるから、はい、あいつは相談してこんだろうって言ってたから、はい、そこでカンタが相談したらリアルよね。そうですよ。なかなか手強いわ。これ怖いわ。めっちゃドキドキしたしめっちゃニヤニヤしたし、いやでもこれは成功させたい。そうですね。からちょっと長丁場になるけど、はい、長丁場になりますね。とりあえず今日はこれで、はい、おしまいで。またそうですね。また次でね。はい、はあ、疲れた。本当に疲れた。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はどうしたんですか。今日は大型ドッキリを仕掛けて社長を騙そうっていう、それのなんていうの、前段取り。そうですね。前段取りの神田君からします。そうですね。前回どんな感じでした。前回が結構ふとこちゃんガス抜けたんですけど、どうも社長が疑ってるらしいです。またドッキリのじゃねえのみたいな。あー、そうか。どうだろう。まあ、結構深刻になっていけばなってこと。時間が長ければ長いほど信じ込めるんじゃないかな。疑っとるんかな。まあ、でももうすぐ社長別の飲み会の動画で来るんですよね。そう、事件が起こったやつの動画を撮るから。社長がドバに来るんで、はい、それ撮影終わった後かな、後にちょっと相談なんですけどみたいな感じで、ドッキリだろうって言いそうだけどね。でも そこはもう本当にカード演技次第だよね。演技苦手なんじゃん。じゃあそんな感じで、はい、社長待ちますか。じゃあ撮影終わったんで今からお願いします。社長、ちょっと話いいですか。え、話いいですか。うん、まあいろいろ聞きたいことがあるんで。聞きたいこと。はい、知らない。じゃあちょっといいですか。どうした。どうした。あれが社長。やばいよ、サビ。そうよ。そうね。どうした？今社長離婚してるじゃないですか。うん。そういう慰謝料とか、そういうのってどうなってますか？なんでお前慰謝料ってなんで？でもちょっとそういう感じに今なりかけてて。なんで？結構ずっと結婚してから2年ぐらいずっとほとんど飲みにもあるから、ちょっとそれが僕の中でもあれがちょっと溜まっちゃって。そうですか。遊びに行きたいと思って。別に行けばいいじゃん。そんなことで分かったのお前。
すごい、何歳だろう。26です。おかよ。もう俺遅かったから30いくつだよな。そんなことで別れたと別に出かけたって何も怒るけど無視してないわけでしょ。まあでもそれが、まあ、結構僕も最近出歩いててちょっといろいろ。どこに、はい、どこに出かけるの。地元の方行ってる。なんで行かれたくないのか。まあそれもあるっすかね。ずっと仲悪くて。なんで喧嘩したんだっけ。仲いいじゃん、まあ、動画とかで出る仲いいじゃん。それは子供たちの前っていうか、だからそんな簡単に分かれもいいんじゃないの。分かんない、そんな真剣にならないのかな。まあそうっすね。もう今もう向こうも怒りを通り越してっていうか。そんなことないと思うよ。俺もなんか、まあ、ぶっちゃけチラッと話してチラッとなんか話聞いたけど聞いたぞ、まあ、チラッとなんかお前に何かあったんじゃねえかみたいな。別に私は好きなんだけど、はい、なんかあいつに何かあったんじゃねえかみたいな感じで何かちょっと。うわ、おい、そんなに分からないよ、おい、すぐ分からないよ。女なんかそれピピピピってるだけだって。そうそう、まあ、そうでしょ。分かるとどうするの。もうちょっと遊びたいですよ。いいやいや、そんなじゃあ、じゃあお前怒られたぐらいでやめるんだったらさ、じゃあ何でもそうだろう、商売でも何でも、うん、周りから止められるって絶対って、商売やるときってやめときゃって、今までの方がいいってって。だけどそれをもうぶち抜いてやるから成功する。それはもうそのなんか神様がくれた壁じゃないけど、はい、その本当に遊びたくないんじゃないの。嫁がダメって言うぐらいで遊んでないからお前ダメなんじゃない。嫁がダメって言わないでしょうか。まあ、それでも遊んだら、まあ、本当に遊びたいから心の底から。そうですか。お前うまくいくでしょ、それは。いや分からんけど、いや分からんと思うけどな。分からんと、まあ、そう自分で決めることだけど、ちゃんと話し合った方がいいと思う。ちなみに医者のとこって医者のとこ分からんけど、医者のとこかわらかもね。裁判とかも裁判とかもやった。裁判医者料ってなんかもう悪いことしたわけじゃないでしょ。養育費は払わないけど医者料なんか払わないんじゃないですか。医者料ってだって謝罪の意味でしょ。あ、そうなんですか。お前が浮気したとか。浮気してんの女の子の。あ、向こうは感づいてるかもしれないですけど。女の子のいます。でもまだ言ってないですよ。言うことないってバレんだよ。バレて。それどれぐらい、どれぐらい本気なの。はい、どれぐらい本気なの。遊んでるだけだろ。それどれぐらいかな、お前。それバレとんだぞ。感づいてるとは思います。でそれで待ってた。お前が悪いじゃん。はい、別に遊びたいとか言い訳じゃん。バレてるだと思います。だけどそれは別にもうバレとんだったら話したらいいじゃん。別に本気でも何でもないでしょ。適当に知性だけでしょ。そんなことで怒らんでしょ。怒るだろうけど。じゃあ離婚にはならんと思うよ。だってそんなのって結婚してんだもん。結婚だぜ。はい、付き合ってんじゃん。じゃあ付き合ってんだったら分かるかもしれないけど、結婚だね。何年も一緒なわけだろ。そうっす。何年一緒なの。2年3年。3年だろ。3年も一緒だったらそれはもう、それ一回二回やるわ。そこで壊れちゃう体が、男の体壊れちゃう。じゃあそう、まあそのもう謝るしかないでしょ、そのバレとこなら。だからお前が悪いや、そんなんだったら。なんか遊びたいなどうとか、あいつがうるせえとかじゃない。どうでした。え、結構いい感じだと思うけど。え、疑われてはなかった。疑われなかった。いや、綺麗でしょ、これ。うわ、本当にマジでちょっと後で見返してほしいんですけど、はい、めっちゃいい感じだと思うんですよ。もうとりあえず次は本題の2人で撮って、はい。
突撃して、はい、必死に止めてくるかもしれない。だって、なんだっけ、保証人みたいな。ああ、はい。社長にいい感じの状況で、ね、いい感じじゃない。はい。じゃあそんな感じで、はい。またじゃあ、ラスト本番で、お願いします。バシッと決めるか。よし、そう。うちから？ちょっと前にうち社長に相談。ちらっと。結構前よ。そうです。ちょっともう月だいぶ前なんですけど、ちらっと相談したじゃないですか。まああれから、まあ、話何回か話し合いもして、まあ、いい方向に向けて話し合いをしてたんですけど、なかなかいい方向に進まず今の現状で。でも今どっちかっていうと、まあちょっと離婚しようかっていう、して話を。だけど、まああなたも話をしようって言ったじゃん、この間飲みに行った時。でもなんかこっちからも聞いたんだけど、違う。あ、そうなんですか。うん、でその後なんか居酒屋に乗ったら普通に話をした。うん、もうちゃった。もっとやってかんないよ。それを私から聞いても言わないんですよ。逆にどうしたいのって聞いても別に無言っていうか、意見を言ってこないから話にならないっていうか、一方的にこっちの意見だけ言っとるみたいな感じになっちゃってて、うん、二人じゃ話にできんし。で、まあ私は社長に自分が相談してたのもあったから、まあ今日社長のとこ一緒に行こうっていう風になって、まあ、社長からもう聞いてもらえないからと思って、そのファンタの意見を。うん、どうしたい。僕は社長にも話したんですけど、うん、みんなともうちょっと飲みに行ったりしたいなと思って。飲みとか飲みとか別に普通にご飯とか許して、許すってか別に言ってますよ、全然。でも行ってきて帰りが遅くて、だからおかしいからね、やっとることが。やっとるんですって。たまに遅なのかな、飯とか。まあそうですね、その時と場合にあるのはもちろん分かりますし、それが付き合いっていうのももちろん分かるし、あれですけど、あからさまにおかしな行動しとったらそれ気づくでしょ、分かるでしょ、なんか分かるよ。いや別に本が悪いんだろう。いけないし。どの口が言えたそれ。誰が飲んだだよって思う。知らんと思ってるでしょ。逆にバレてないと思ってそんな風に言えるの？
もううちはだって社長にこんな話はするの恥ずかしいし言いたくなかったけど、今のは言うの普通に。いや、女おるでしょ。いや、いないから。いや、なんとなく分からないんですよ。家帰ってきて態度おかしいし、ずっと携帯触っとるしとか、携帯も花見外さず持つし。そのインスタとかもやっとるもんね。触るでも仕事は YouTube ない。もう最初は信じてましたよ。別に何も疑ってもなかったし、だけどあからさまの行動おかしいし、飲みに行くっていう回数も増えるし、急激に。何だろうとさ、キャバ嬢から営業だろう。営業だろうか何だろうが一緒じゃない。じゃあそれが知らんよ、営業かどうかも。じゃあ別にそれ以外別に必要最低限のことは LINE してないじゃん。それだけじゃないじゃん。じゃあ何、営業の LINE が来て結局会ったりするのは何、礼儀なの？払って事故とかあるかもしれないな。ね、事故だったら許されるってことはないですよね。悪いと思ってないのが信じられん。付き合いだったらいいとか。そんなこと言ったらしょうがない付き合い。何がしょうがない。じゃあ、ね、うちがホストと連絡取ったらしょうがないの？仕事で行くならしょうがないんじゃない？仕事だったらいいの？そんな職人の世界だからな。結構職人を飲むんだよな、昔から。倉庫の昔と今は違うのもあるし、倉庫の知らないですけど、家庭を売ったらとかまた違いますよね、それ基準が。そういう流れがあるの、場の空気が乱れるよね、そういうことだった。もうそれが常識で通すんだった、私はそんな常識に言うと無理だから、もうじゃあ時間にしよう。それをずっとやってきたいんだよ、あんたは。職人としてまっとうなことやってきたいわけでしょ。だったらまっとうにしようって。無理です、うちは。ちょっと言いましたね。こんな感じなんですよ。お前も悪いのかなと思う。いや、もうてか、このままじゃもう仕事もできないです、ごめんなさい。結局は一緒の会社で働いて会うことが多いわけじゃないですか、会社内で。仕事中に、まあ、関わることも多々あるわけだし、もうそんなんちょっと一緒に仕事できないんですね。いや、私が辞めるか、もうパンタが辞めるか。全然違うよ、仕事は仕事。もちろん仕事は仕事ですよ。だけど、こんなんじゃどっちかが辞めるしか。まあ、パンタの方がね、職人としてあれだったら私辞めようかなと思ってますし。困る。もちろんみんなに迷惑をかけることにはなっちゃうと思います。どっちが辞めたとしても。残念と分かるよ。1年ぐらい苦しいんですよ。離婚したのは何ぞ。別居しても何も変わらないと思います。別居したら結局だって自由になるだけじゃないですか。そんなことね。だって現実的に言ったら子供は私が見ることになる。ちょっともし別居するってなったら、うん、朝早い夕方夜遅い私が見ることになる。自然的に自由ですよね。そんなことないって。付き合わるだけです。じゃあ言うよ、俺が子供面倒見る。どうでしょう、その昼どう仕事なの、会社辞めるってことじゃ。この仕事しとったら無理よ。仕事どうしよう。でも、行きます。すいません。そんなのそれでいい。ちょ、何その辺投げやりみたいな。もう1ヶ月ぐらい別居してみていい。別居はないじゃん。別居するなら無理かんじゃない。ちょ、離婚はいいけど子供どうすんの。ね、子供をうちが見るわさ。そんな女遊びしとる人に子供なんか預けれんよ。ちょ、俺も好きで女遊びしとるんじゃないかって仕事しとんだって。じゃあ仕事で女遊びしたの。それで給料発生してますか。してないよ。でも、ね、付き合いがあるやん。なんでそれを分かってくれるの。分かるわけないよ。じゃあ付き合いって言っとるんだよ。ちょ、じゃあ付き合いって言ったら何でもやっていいの。何なんだろうって言う。女と遊ぶ、女と連絡取るね。
何でもあり付き合いだったら1回ぐらいいいやん。1回、1回も2回も変わらんねん。ひえ、1回も2回もやっと認めたね。信じるよ、ほんとに。どういうこと？ 1 回だったら許されるとか、そうやって思ってるわけよ。知らねえよ。何か知らないの。飯食べるやろ。はい、飯食べるやろ。絶対やってますよね。え、もう認めたらこのさ。やったし、やっと認めたんじゃないの。信じられない、ほんと。1回だけだろうよ、バカ。そうそう。なんでずっとバタ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 。1回だったらいいんですか。そうじゃねえけど、謝る。いや、謝ったら無駄なんですよ。お前離婚したんじゃん。したくないですけど、もう謝ったら無駄なんですよ、絶対。そんなことなんて、お前の悪いことやったらしょうがねえな。正直に話してやっちゃいましたって言った時点で絶対許さないですよ。そんなことは許すわけないし。もうこの男もそなんかよく分からんけど、男ってそもそもないですか。1回とか2回酔っ払ったらやっていいっていう生き物なんですか。家族がいて。そうじゃねえけど。いや、なんか社長にそういうふうに言われると思わなかったです。もっとなんか従業員に怒ってくれるのかなと思ったけど。謝った方がいいと思うよ。謝った方がいいけど、そんなのここで集まってお前離婚するっていう話じゃないじゃん。でもなんか社長の中でもしょうがないみたいな、ファンって書いてことはしょうがないみたいな感じですよね。そうは言ってない。いっぱい2回ならしょうがない。離婚することではないかなって。だってお前離婚したくねえんだろ。言っとって二人の話。そうそう。もうぶっちゃけ聞いとう。一回やったって。でも1回しかしてない。社長黙ってたんですか、それ。隠してたってです。うちが相談したのに。そんなん言えんなよ。いやでも、こっちは真剣に社長に相談しに行っとって。じゃあ分かるよ。俺は違う、別に言わんかったことですよ。お前のためにも、二人のために言わんかっただけなんで。それはお前冷静になれ。カッカしてもしょうがねえじゃん。ただそれ本人も謝るタイミングがねえので。じゃあ謝るとかじゃ人としてまず間違ってるっていうふうに社長は教えてくれないんですか。その感じ。いや、言ったよ。で本人も反省しようと。全然反省してないですよ。社長が言ってるだけだ。社長が言ってくれた言葉に対して何も響いてないし、だから結局この場に来てもこんな態度なわけじゃないですか。そうやって怒って言うもんで男はこうやってなっちゃうんだけど、俺は二人では話したんですよ。本当に許してほしい。もう二度そういうことやりたくない。作ってよ、マジ。なんかでも今せっかく私はなんか社長が味方になってくれるって言ったらあれですけど、どっちの方を持つわけでもないですけど、真っ当な正論の意見くれると思ったけど、聞いとったら結局簡単な味方じゃないですか。で、そんなことないんだ。そうじゃん。男だったらしゃあないとか。やめろ。そういう言い方にしか聞こえんもん。そうですよね。男だったらしょうがないんですよね。一回二回しょうがないですよね。そうじゃないよ。だから俺は離婚をしてほしくないなって思ってる。もちろんこいつが悪いで謝る話一生かけて謝ってたんだけど。だけど男だ。まあ、男だねとかそういうあれが分かんないんです。謝っても言えないですよ。そんなことない。どうしたい、離婚したいな、離婚しよう。離婚したくないんだろ。許してもらえる、許してもらえそうにないの。もういいや。そんなこと許してもらえばいいじゃん。だから謝り続けるしかねえよ。そんなんでじゃあずっと結婚生活ってことも無理じゃないですか。もういいです、社長も。社長に相談しに来たけど、もういい。ちょ、待ってって。ちょ待って、座れ。ちょっと感化するな。お前も謝る。もういいですもん。ちょ、待って。すみません。ちょっと待って。おい、もう止めろ。じゃあ話や。すみません。めちゃめちゃやってましたね。勢いに乗ってきちゃったけど、どうするの。どうしましょう。いやでも勝った上でネタバラシしてくれとればいいんだけど、勝ったくんたまにしてないですよね。どうしよう。さっき本当はファンタがもっとバーってなって、はい、あの場でファンタ2人でネタバラシするってだったのに、はい、全然なんだよ。全くもうそのままこのままだと本当に離婚になります。やばいよね。やばいですよね。もう行くしかない。もう行くしかないですよね。
まだ心臓バクバクなんだけど。やばいっすよ。このままだとマジ離婚になっちゃいます。やばいやばいやばい。誘いはマジですよ。は？え？どういうことだっけ？意味が分からん。じゃあなんで？あ？え？なんで隣の前振ってきたじゃん、話。はい。あれは？嘘です。嘘でしょ？あれだ、あの動画撮ってないでしょ？いや、撮ったよね。なんと隠してありましたよね。なんと隠してありましたよね。あ、でも、こいつのやつドバドバ止めた時ちょっと話がありますって。あそこもないことやれた。そうです。あ、撮ってる。あれ、バッチリ。嘘でしょ。バッチリだった。そこはお互いのこの仕込みで。うん。はい。バッチリ、バッチリだよ。やってやるよ。お前、バカだろ。あ、じゃあ女も嘘？嘘っすね。嘘でしょ。めちゃめちゃ演技良かったよ、今日のやつ。え、よかったですね。いや、これマジだなと思った。いや、ちょっと私もマジかなと思ってちょっとイラッとしましたもん。いや、ほんと出ろこっていたよ。いや、もう社長になんとかこう、矛先を社長にわけわからん向けて、社長はって怒らせて、で、実はちゃんちゃんみたいな感じでやりたかったんですけど、こっちもいけんし、こっちもいかんし、どうすんのみたいな。あ、そういうこと？あ、これちょっと綺麗もんね。そうです。だから、帰るしかなく勢いで出ちゃいました。じゃあお前らいい加減しろよマジで。いや、さすがに今日はきつかった。チャルモもなんかさ、どうしようと思って、こっち聞いとったの実は前から。あ、知ってるか。知ってる、知ってます。いや、ほんとどうしよう。で、ギアマもなんか言い出したじゃん。俺やったんだお前なんて言うんだって思ったんだわ。俺もいなんかやってないだろって言っとったよ。俺、お前なんて言うんだってみたいな。めっちゃ簡単な言い方してくれたんだよ。社長知ってるでしょとか言い出したで、やべえと思って。まあ、よかったけど。いやー、よかった。いや、一応成功ってことでよかった。本当に飲みで聞かれたんだ。あの後どうなったんだとか言って、カメラ回ってねえしなと思って、どうしようと思って。あ、そういうこと。そうなの。面白いと思う。夫婦の話普通にしとったもんね。あれ、お前もう大丈夫なのって言ったら、いや、じゃあ、ちょっと詰まってたから、お前飲んでる時から聞いたら。なげえ。だよな。一人忘れとったし。そう。前に取りすぎて、前に仕込みすぎて。そう。別に飲んでる時なんか、普通に家庭ある人がなんか、家で飲むから、ごめんなさい。いや、でも成功でしょ。満足でしょ。満足だね。満足かも取れたね。今も取れた。また行った。そんな感じじゃねえ。こっち意外かかったじゃん。俺のことだよ。どういうことやねん。それ怒るわな。俺もう一回ぐらいいいかなとか言っとんだもんね。まあ、怒るわなと思ったけど、もうこれやべえな、離婚するぞと思って。しかも会社も辞めるとか言い出したじゃん。やべえと思って。いや、私たちは離婚しません。お前7時半まで。会社も辞めません。子供のために会社辞めろお前。やめろって言われた。会社やめてけよお前。やめろって言われた。いや、帰るぞ。